北野誠のズバリお盆特別企画、怪談てんこ盛り。火曜日は事故物件芸人松原谷氏とオカルトコレクター田中俊之の怪談です。8月11日火曜日でございます。午後1時を回りました。 CBC ラジオ北野誠のズバリ北野誠です。そしてアシスタントは、はい、佐藤美恵子です。はい、そして火曜日のレギュラーはこちら、はい、自己物件すみます芸人松原谷氏です。はい、ということで今週は怪談ウィークということで、うん、2日目は生き量田中俊之さんに来てもらいました。う、ね、どうもオカルトコレクター田中俊之です。オカルトコレクターって職業がやばいでしょ。そうですね、はい、今日もいつものようにフランシュタインの T シャツを着ながらやってまいりました。マコさん、はい、もう一枚あります。もう一枚あったいらんて。あ、美恵子ちゃんに。いらないです、いらないです。美恵子ちゃんにプレゼントですね。いらない。隣のおじさんが亡くなったイラスト、僕イラスト描いてるんで、ね、これ結構賛否両論あるんですけど、はい、3もあるんですね。3はね、3もあるんです、ね、僕もあのもらわなかったですよ。どうですか美恵子さん、これライブで、はい、ライブで聞かせない、配信で、配信で聞かせたくない。ラインライブ配信。いや、もういいです、あのお二人のサインを入れてリスナーさんにプレゼントで大丈夫です。私的には、はい、マジでフランスタイ T シャツ、はい、はい、じゃあ今日はフランスタイ T シャツもプレゼントに入りましたので。やったやりましたね、やりましたね、やりましたね、リスナーさん、はい、あのでも田中俊君は僕初めて会ったのは稲川淳二さんとあの怪談のイベントやらせていただいた時、一宮でしたっけ、一宮ですね、ね、一宮の会館でやらせていただいた時に、あの田中俊之君と初めて会った時に、はい、これほどインパクトのある風貌をしているやつがいるのだろうかと。もうそれからずっと生き量と呼んでますんで、なんかでもそうやって聞いていたので、はいはい、今日最初にお会いした時はあれ意外と普通の方って思ったんですよ、はいはい、ただなんかやっぱり時間をこうが経つにつれ、はい、やっぱりちょっと変わった方なのではという、あのまったりしと田中俊之さんはどういう関係で、はい、もう怪談グランプリですね。あ、怪談グランプリか、13、2013で関西テレビのやってる怪談グランプリ、そう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 、初出場の時にあのチャンピオンですよ、田中さんも初出場で一般枠、あれあのとしてとしてきちゃんはあれ怪談グランプリの時は、はい、あれ誰からの紹介で出たの。いや、あれはねもう予選から、あ、自分から予選に出て、はい、そうなんですよ、ちゃんと勝ち抜いていったんや、はい、そうなんですよ、すごい、僕本当になんかトイレ行った時に、はい、アンテレの廊下で、はい、トイレの手前の壁の隅で、はい、ブツブツ言ってる田中俊之さんがいて、はい、もうは分からないから、誰か分からないから、はい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 、あ、これもう過酷な労働させられてる AD がもうついに壊れてしまってんだな、壊れたんだなと思ってて、はい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 、こんな楽屋おってもまたあの AD の人おるし、うん、その人大変やなと思ってたら、はい、本番始まっていきなり優勝、はい、とんでもない話してて、あれこの人出場者やったんや、階段する人やったんやと、階段する人やったんやと、あの時もやっぱり悲鳴が出ましたね、はい、出た瞬間にビジュアルで勝ったと思った、はい、いやでもあのほんまにね、怪談グランプリで優勝して、はい、ほんでまああの稲川さんと僕のとこに谷志君とかそれから田中俊之君とか、はい、この若手芸人若手の怪談師が語るっていうところのコーナーがあったんですけど、うん、その時僕初めてあの谷志が俺にこちらあのオカルトコレクターの田中俊之さんやってるけど、ほんまにえこの人何やって普段何してんやろこの人って思って、すごいみんなに疑問ほんでもう稲川淳二さんの怪談よりも、はい、田中俊之出てきた時の方が客はざわめいてましたからいやーみたいなインパクトありすぎて、そう考えて今ねめっちゃ垢抜けましたよね。ね、いやそうなんですよ、ね、もうこれは僕だから今元に戻す作業してるんですよ、ちょっと垢抜けすぎたの、ちょっともう人慣れしすぎた、そうなんですよ、もっときなちょっと汚くなったんですよ最近またあ、意識的にしてるのか、意識的にしてます。あ、だから垢抜けられているわけですね、はい、いやだからちょっとそれがね想像つかないですもん、その出てきただけで、そうそう、爆発を踏みすぎて、はい、ちゃんとタレント化してきてるんですよ。そうなんですよ。よくないと思って。ちゃんと一般人なんですけど、本当に何されてるんでしたっけ？いや、特に。特に。あの、まあ、言ってみたら、はい、まあ、家で引きこもりで、はい、ほんまにイラストレーターはイラストレーターなんですよ。はい、たまにやってます、ね、たまにやってます。本職というか本職はまあ基本イラストレーターなんですけど、はい、まあ家にずっと引きこもりおじさんですね。子供部屋おじさん子供部屋おじさんですね、うん、お母さんに張り紙されてるんですよね、うん、そうなんですよ、
お前がどんだけ無駄なことをしてるかよく分かったっていう張り紙が張り紙が家にあの部屋に、うん、あの会話じゃなくて会話じゃなくて、ね、会話もしたくないんですかね、うん、会話じゃなくて一刻も早く出ていけ、うん、お前は嘘の塊だな塊って塊嘘の塊ね嘘の塊お母さんめっちゃ面白いじゃないですかお母さんがもう張り紙を何枚も貼ってて、うんはい、すごいですあのアベマ TV で子供部屋おじさん特集で呼ばれて出てたんですよ、はい、リモートでその前の週は怪談やったからね怪談特集で出て、はいはい、怪談特集で出れんかったよ俺はあ出れんかった怪談特集出てないんよあそうなんや子供部屋おじさん子供部屋おじさん特集で出て本番生放送中にお母さん怒鳴り込んできたんですよ、はい、そうおうで何それはほんまにアベマ TV で子供部屋おじさんでリモートで配信してインタビューを受けたわけや、はい、誰にインタビュー受けたん？あのカンニングの竹山さんあはいはいはい、すごい それを生放送でやってたらやってたんですよで部屋の紹介ですって言って、うん、家の中歩き回ってたんですよ、うんうんはい、じゃあそのおかんが何やってるんや、はいはい、お前またしょうもないことしてんちゃうかって言って怒鳴り込んでるんが全部放送されるでも特集としてはもう最高最高ですねそれ最高はいすごいよねまさにですね竹山はどうしてたん？あのいやなんか複雑な笑い方って言ったでもあの仕込みの子供部屋おじさんじゃなくてガチやなっていうのは分かったわな、ね、そんなもんほんまにお母ちゃん怒鳴り込んで何してんだわとかちょっと心配してくれましたね竹山さんはいはい、はい、大丈夫か大丈夫かってこれ放送しててええのかはい、はい、大丈夫ですって言ったんですけど全然大丈夫じゃなかったですお母さん激怒激怒でした激怒ですかはい大丈夫なんかこれねえ、はい、結構だからなんかギャルが出てたんでしたっけギャルっていうかアイドルかあの福岡のアイドルがそのスタジオにいて、はい、なんなの子供部屋おじさんそんなの絶対嫌みたいな感じだったんだけど、はいはい、あまりにもリアルすぎるから、はい、逆にそのアイドルたちが、はい、それでも立派に生きてるんですねみたいな感じでちょっとリスペクトしだしてあの立派には立派には立派に生きてるわけやないと思いますけどもね、はい、ということでございまして今日はですね、はい、あの、怪談特集2日目にして、はい、もうあの結構きつめのものが今日は流れます。もうあらかじめ言っておきます。あの僕らこれ茶屋町怪談で、はい、あのパート1は流してるんですけど、はい、今日その続編を僕もちょっと聞いてないんですけど、はい、もうパート1だけでいやって思うような音源が今日流れます。これあらかじめあのラジオおっきの皆さんに唐突に聞かされると嫌やなと思う方多いと思いますけども、はい、これあの本当にはっきり言ってもすっげえ嫌ですね。はい、ほんまに嫌な音源な。そんなラジオあります？いやいや、あらかじめ言っとかないと嫌なの流れますよっていう宣言するラジオありますか？いや、まあ、あるかなー言うけど、まあ2時回ってからですけども、あらかじめその時には言いますけど、覚悟しておいてもらった方がいいと思います。本当にあの、はい、地上波の、はい、この昼間に昼流れる音源ではないというのは確かですこれあのだから茶屋町ではワンの方では流してます。ワンの方はパート1の方は流れてますよね。はい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 、それでもなんか茶屋町の場合は夜中やし自分で自由に聞けるし、昼間聞こうが構えへんのですが、地上波のラジオで昼日中に2時頃にあのほんまに今日暑いですけど、あの心の底から嫌な気分で寒くなります。それだけはもうあらかじめ宣言しておきますので、よろしくしてよろしくお願いしたいなと。生ですしね、ほんで生で流すの初めてだかな。あ、そうやね、生流し初めてだ。ちょっと何起こるか本当に分かんないっていうか。やめてください。だからたまたまなんか楽しいドライブとかで車の中でたまたま聞いてた人とかびっくりしますよね。たまたま聞いたらめちゃくちゃ怖いで。びっくりしますよね。え、それでほんまにこれ何か間違えたかと思います。なんか起こるんです。本当になんか起こりますよね。本当に起こるんですよ、はい、我々も今日ちょっと賭けに出ています。それも含めてはい、ということでございまして、美恵子ちゃんは今日はもう久しぶりにですね、はい、もうこれ何ですか、アコーディオンみたいになってますけども、御朱印バリアを、御朱印帳をいつもよりもちょっと綺麗に、綺麗にちゃんと全部ひらばらにさせて、はいはい、全部見えるようになってるわ、はい、そうですね、コロナ対策より心霊対策になってますから私が足を運んだ数々のね神様たちが、神様たちが、はい、ということでございましてね、はい、ということでございます。今日はこれからどうなっていくのか楽しみでございますが、もういつものように不思議な、あのね、ほんまにね、あのもう今までそうですよね、じゃあこれだけじゃないよ、分厚い、ここにもいやもうそんなもん、
これ全部ある、明治期の姫の体験、辞書や、辞書すごい、全部メールですか、これメール、すごいですね。俺思うねんけど、もう皆さんね、どんだけ体験されたんねんと、本だけ、怖い話とかすごいですよ、ほんまに、これ一冊の本にしたいぐらいですけどほんまにね、素晴らしいもんでございますけども、はい、不思議な体験、メールの先はこちら、メールはパソコン、スマートフォン、携帯電話から、CBC ラジオ北野誠のズバリのホームページにアクセスして番組メールフォームからお送りください。ファックスは052-263-6800、そして LINE からお便りテーマなど情報をお届けしています。お手持ちのスマートフォンで CBC ラジオのホームページにアクセスして北野誠のズバリ公式 LINE を友達追加してください。はい、ということでございまして、今週は不思議な話送っていただいた方の中から2名様に、ズバリ、売ってましたけどもちょっと余ったんでこちらで、ごめんなさいタオルを、はい、2名様です、うん、そしての T シャツ、こちらフランスタイの T シャツ、あとであのあげときましょうか、写真を、写真ツイッターで、はい、なんて言うんでしょう、蛍光イエローみたいな、そう、はい、色はね蛍光の綺麗な、ちょっと前期のカラーになっちゃうんですが、前期っていうかだから第2期があるんですよちょっと明るいカラーになったね今は、そうですよ、わからん、その微妙な色がわからん絵は違いがわからなかった、でもね欲しい方はフランスタイ希望と書いていただければ、これはもう別にメールじゃん、メールでなくていいです、はい、あのただ単にフランスタイ、フランスタイ希望じゃない、フランスタイ T シャツ、フランスタイ T シャツ、フランスタイ希望、おかしい、おかしい、フランスタイ T シャツね、フランスタイ希望もだいぶやばいぞ、やばいですね、放送上すいませんでした、あのフランスタイ T シャツ希望と書いて送っていただければ、それは別に怖い話とは別に全然関係なく、怖い話を持っていない方でも応募可能でございます、何つぶるか確認してみたいです、はい、ということでございまして、それでは今日も4時までお付き合いください、CBC ラジオ北野誠のズバリスタートです。北野誠のズバリお盆特別企画、怪談てんこ盛り。火曜日は事故物件芸人松原谷氏とオカルトコレクター田中俊之の怪談です。さてまず田中俊之さんから参りましょう。はい、これは友人の K 君から聞いた話なんですけども、うん、彼は釣りが趣味なんですよ。で当時ですね、付き合ってた彼女と夜釣りに出かけたんです、うん、ある場所に。それは釣り仲間から聞いた穴場って教えられて、うん、早速車で向かったんですが、もうその釣り場に着いた時にはもう深夜2時ぐらいだったそうなんですよ。で真っ暗でなんか寂しいだだっ広い海岸だったそうなんですよ、うん、で早速釣りを始めたんですね K 君が。でも30分経ってもね、全然こう当たりがなくて魚は釣れなくて、釣れる気配もないんですよ。で K 君も一人でしたらその好きなんでいくらでもこう待てるんですけど、あいにく彼女と来てると。で彼女を見るとすごい暇そうにしてるんですよ。でちょっと気遣って、あ、ジュースでも買ってきたるわって言ってコーヒーかなんか、うん、で近くにはなかったんですけど遠くに自販機が見えたんで、うん、まあ、そこまで彼女をその場に一人残して買いに行ったんですよね、うん、でコーヒー2つ買って戻ってきたんですよ、はい、するとね、彼女が見知らぬ人と話をしてるんですよ、うん、でもう結構いい時間やのにと思ってなんかワイワイ喋ってるんですよ。で近づいていくと地元の方ですってって紹介するの、うんうんうん、と思ってしかも家族だって言うんですよ、うん、で家族構成がお父さんお母さんと中学1年生ぐらいの女の子で小学生ぐらいの男の子の4人家族なんですよ。で そんなとこ車がないと来れないし、うん、車の音とかもなかったけどなと思いながらその場に入ったんですよ K 君は、うんうん、で一緒に喋ってるとお父さんらしき人が K 君の前にぬーっとこう来てね、ここ釣れないでしょって聞いてくるんですよ、うん、で私もっと釣れる場所知ってるんで教えてあげますよって。でも K 君は躊躇したんですよ。なぜならその人たちに今会ったばっかりですし、うん、何よりもねなんか違和感を感じたんですよ、うんうん、で、あ、すいません、せっかくなんですけどちょっと彼女と来てるんでって断ろうとした、うんうん、その言葉を遮るように行こう行こう行こう
連れて行ってもらおうよって、普段おとなしい彼女が強引にその時だけ誘ってくるって言うんですよ、うんうん、でもうケイ君彼女に折れてその家族に継いでいくことにしたんです。でこっちですよって言って、家族がね4人ともとぼ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 こう先導していくんですよ。で暗い方向に歩いていくんですけど、2人でついていってるんですけど、何気なくケイ君がお父さんの後ろ姿を見た時に、ずっと感じてた違和感の正体に気づいたんですよ。それは本来隠れてるはずの服のタグってあるじゃないですか、それが見えてるんですよ。であれと思ってよく見たら服をどうやら裏返しに着てるんですよ、でパンズボン見たパンズボンをね、じゃズボンも裏返しに着てるんですよ、でどういうことやろうと思ってまじまじと家族全員を見ると、なんとその家族全員が全員服を裏返しに着てるんですよ、で靴も逆に履いてるんです。で日本の風習でですね、逆さごとっていうのがあるんですよね。で死んでる人と生きてる人を区別するために、まあ、着物を左前にしたりだとか、こう逆にしていくっていう風習があるんですよ。ケイ君は直感してこれついていったらやばいことになるんちゃうかな、なんか気持ち悪いし逃げようと思う、で彼女に耳打ちしたんですよ。とりあえず逃げるぞって。で手を掴んでね、その場からブワーって走ったんですよ、手を引いて、で車のとこまでもう母が言いながら戻って、彼女を助手席に押し込んで、自分を運転席、じゃああまりのことに彼女分かってないんで、なんで逃げるような真似するんよ、ちょっと説明しやんたってすごい詰めてくるんですね、いやお前なんで気づかんかったんって、あいつら全員服裏返しに着てるやろって。でズボンもスカートも靴までもが最後あべこべやったって言う、あれはやばいってって言った瞬間、彼女がすごーいって手の甲で拍手したって言うんですね、でハハハハハハって聞いたこともないような声で笑い出したらしい。でその瞬間ね、ケイ君はギアをドライブに入れてアクセルを踏んでるにもかかわらず、ザッザッザーって車がバックするんですよ、で海の方にこう吸い込まれていく、お前この前って海に落ちるぞってケイ君は助手席の彼女にそう叫ぶと、なぜか彼女はガッと前に乗り出して、大丈夫ちゃんと前に進んでるよって言ってふって気を失ったらしいんですよ、と思いながらもう一度エンジンをかけ直したんですよ、すると幸いに車が正常に動き出して、走り出してその場から離れることができたんですね、でもバックミラーを見るとですね、先ほどの家族がもうそこまで迫ってたそうで、その表情っていうのがすごい印象に残ってるらしく、怒るでもなく笑うでもなく、なんかどこか寂しげだったっていうんですよ、そういったお話です。おいや来ましたね、来ましたね、いやすごいやめてくださいよ。でもほんまにね服とかも逆さにするしね、そうなんですね、死んだ方はね、どこにこうやろうとしたのかね。で最近になってそういうこういう裏拍手のこと結構聞きますね、はい、似たような話が、でもよう気づいたよね、連れていかないでよかったよね、そうですね、こちら、つばめのすすむさんから、私の地元のある参道は昔から心霊スポットとして有名です。いろいろなご話を聞かされ育ったため、大人になった今も深夜帯に通ることに抵抗があります。しかし自身や周囲の人に霊感のある人がいないため、それらの噂話も大人になるにつれ全部嘘なんちゃうかと疑いを抱くようになりました。気になって各種心霊スポット紹介サイトを漁ってみたんですが、不思議なことにどこにも記載がありません。やはりデマなのではと思いを強めます。しかしあそこで心霊体験した人を探してみると、意外にも周りに数名いることが分かりました。その中の一人がその参道で山道で、夜中におばあさんを見たという話をしてくれました、深夜の3時ごろ友達3人で車で走っていたら、おばあさんが一人で歩いているのを見かけたというのです。
そこは人里から完全に離れており、夜中におばあさんが歩いているとなんてことはどう考えてもありません。また3人のうちその友人ともう一人の霊感のある人物は、そのおばあさんが見えたのに残りの人には全く見えなかったということです、うん、今から10年ほど前の話ですが、友人はめちゃくちゃ怖かった経験やと喋ってくれました、うん、この男性33歳です。10年前から23歳ですね、うんうんうん、時は過ぎ、昨年誠さんの心霊系の番組を夜中にずっと聞いておりましたら、うん、誠さんが学生時代にサーフィンに行ってた体験を話されて、そのサーフィンの行く途中の道中の深夜の暗い山道でおばあさんを見かけたという話を聞きました、うんうんうん、はい、申し遅れましたが、私は三重県民、当時誠さんが来られたのは三重県の私の地元の方、うん、話を聞く限りどう見ても私の友人が深夜におばあさんを見かけた場所と同じです。ほう、気づけば深夜2時、怪談番組を聞いていてこれほどドッとした経験はありません、うん、以来あの山道を通ることがますます怖くなりました。いやこれはね、醍醐味ですね。醍醐味ですね。繋がったね。繋がるっていうのが、俺今からかれこれ40年前、はい、伊勢の国分白浜に僕がサーフィンに行くときに、あの俺が助手席で連れが運転してて、うん、山道にかかる前に、うん、後ろにおった連れのもう一人の連れが怖い、なんかめっちゃ怖い、こうなってきた、なんか俺だから途中でおばあちゃんの幽霊見るような気がするっていきなり言い出したからね、予言するんですか、予言しよう、気がするってもう新しいっていうか、いやほんで、はい、連れ運転手の連れが、俺がやめとけお前怖いやんけ、こんな夜中の2時頃にお前めっちゃ怖いやんけ、いらんこと、いやなんか怖いねめっちゃ怖いね、なんか今なんかすっげえ嫌な気分やね、もう怖い怖い、おばあちゃんに会うんちゃうかなって、で運転手の連れがもうやめてくれ、ちょっとスピード落とすなって落としかけて、はい、山道のコーナー曲がったら、はい、ライトに照らされて何かが光ってバーンって、うん、ほんならおばあちゃんが釜持って歩いてはったんや、めっちゃ怖い、めっちゃ怖いな、その話、うわーってなって、はい、でそのおばあちゃんを避けるようにしてビャーって降りてんけど、降りて車ビャーって降りたっていうか、はい、急いで山道降りていったんやけど、はいはい、俺ちょっと待ってって止まって、止まれ止まれって、はい、お前ちょっと後ろの連れ見たら、おい、ポーターめっちゃ怖いめっちゃ怖いって言うてたけど、ちょっと待ってと、はい、戻ろと、うん、ほうで、この頃学生やってんけど、うん、こんなもんお前この道一本しかないやんと、うんうん、ほんで俺ら今たまたまパニックったけど、さすがだって夜中の2時頃やで、はい、そんなおばあちゃんが釜持って山道歩いてたら、ライトに照らされて釜光ったからピカーンって、うん、それめっちゃ怖かったんで、で降りたんやな、降りたけど一遍戻って U ターンしようと、いやいや U ターンして戻っておばあちゃんがおったら、うん、ほんまにおばあちゃんが、うん、ひょっとしたらあの、まあ、土曜日の晩やったから、あの山菜採りとか行ってるかもしれんやん、いやいや、まあ、可能性として、ね、可能性として、はいはいはい、その可能性は否定できんが、俺らはたまたま見たけど、うん、とりあえず戻ろうやと、だって人家ないねんもう、はい、周りに、はい、険しい山道やから、うん、そんなもんないでってんで U ターンして戻ったけど、結局そのおばあちゃんは見つからず、いや、おらんかったんや、ほんで俺ら全員がもうサーフィンやめようかみたいな感じになってすごい嫌な気分になって、いやもうでもサーフィン行こう、サーフィンでもまたその後ろの怖がってる連れが、はい、サーフィンとかしたらなんか引っ張られるような気がする、いやもうそれな言い出したらきりないからそうです、ね、まあ、とりあえず海行こうと、今から戻るのもっと怖いからもう海に行こう言って行ったけど、本当に怖かった、はい、その前の連れがそのおばあちゃんに会うかもしれんっていう、いそれがすっごい嫌やって、うんうん、なんで分かったんか、ね、分からん、それもでもこの話繋がってるってことは、うん、そこに、うん、ほんまにおばあちゃんが幽霊として出るっていう噂があるってことは分かった、はあ、はい、また詳しく道教えて、ね、試しに行かすから、はい、北野誠のズバリお盆特別企画、怪談てんこ盛り。火曜日は事故物件芸人松原谷氏とオカルトコレクター田中俊之の怪談です。はい、プライバシー23号さんから、今日のゲストは誠さんから生きようと言われている田中俊之さんですが、うん、あの田中俊之さんが茶屋町怪談で披露された赤ちゃんの泣き声のやつですか、あれが今日昼間流されるんですかそうですよ、あのパート1が流れます、まあ、でパート2があるので、うんうん、今日はあの本当に
はい、みえこちゃんも聞いたことないと思いますけどもね、はい、私はもう当然聞いたことないです、ね、はい、BGM は茶屋町階段さん、嫌な気分になる音声とあの気持ち悪い留守電ですか、何をしてんな、はい、ま、あのだからあの茶屋町階段ではいっぺん流れてますもんね、はいはいはい、あれね、はいはい、真昼間の CBC で流していいんですかさあ、分かりません、はい、めちゃめちゃ楽しみしてますということで、はい、あ2時で、ニュースがあってその後ですね、はい、はい、まあ、美恵子ちゃんは嫌でも聞かなしゃあないですからね、はい、今日はもう菩薩のような気持ちで、はい、菩薩のような気持ち、はい、過ごしていこうと決めております菩薩のような気持ちで、はい、菩薩のような魅力菩薩でね、全てをこう、はい、受け入れます、56億7千万語に皆を救うという弥勒菩薩の気持ちですね、あの弥勒菩薩の微笑みは全て の、 あの人々の心を救ってくれると言われておりますので、はい、弥勒菩薩頑張って、弥勒菩薩もあの音源聞いたら嫌だと思うなほんまに、ね、やめてください、このね、この階段に慣れてる俺でもですよ、初めて茶屋町階段で、うん、田中俊彦がこの音源持って聞かせてくれた時は嫌なもん聞いたなってすっげえ思いますのでね、はい、はい、ということで、まあ、2時5分ぐらいからなので皆さん楽しみにしておいてください、はい、時刻は間もなく運命の時間2時4分になろうとしております北野誠のズバリお盆特別企画、怪談てんこ盛り。火曜日は事故物件芸人松原谷とオカルトコレクター田中俊之の怪談です。さあということで、先ほどから何度も言っておりますが、田中俊之さん、音源をの話をよろしくお願いします。この音源はですね、あの SNS でとある方がこういろんなそういういわくつきのとこに行くのが好きな方がおられまして、うん、はい、全然接点はないんですけど、うん、まあ、それが原因かどうか分かんないんですけど、うん、ある時から自分の電話に留守電、奇妙な留守電が入る、うん、それが全く関係ないあの話をしてるんですよ、はいはい、でもどう聞いても気味が悪くて、うん、それがやまない、うん、でこれ何なのか一人じゃちょっと抱えきれないんで誰か聞いてくれませんかって言ってて、はい、騒いでた方がいたんですよ、うんうんうん、でそれをあのいただきますということで聞かせてさすがオカルトコレクターですからね、あの僕の友達が、正確には僕の友達が一回もらったんですよ、はいはいはい、でそれを一緒に聞いて、うん、で、まあ、これどう考えてもちょっとね、うん、わけがわからん怖さというか、うんうん、まあ、聞いてもらった方がいいかもしれないんですけど、そうですね、うん、とりあえず今からこの音源を、はい、まあ聞いてもらうと、はい、まあ、はっきり言うとなんか怖い、直接具体的に怖いかどうかは別にしまして、うん、何これっていうのはまず思いますね、はいはい、では早速聞いてもらいましょう、どうぞ。1番目のメッセージです。22日9時16分はいはい、会いたい。2番目のメッセージです。22日12時53分信号変で信号のかもしれんけん気をつけてね、ドアのかもしれん気をつけて。次のメッセージを聞くにはシャープを押してください。これはまず分かってるのは慎吾やね、慎吾会いたい、慎吾会いたい、うん、で、それは聞こえました、赤ん坊が泣いてる、泣いてる、はい、それやね、まずね、そうですね、最初はでこの多分、うん、電話もらって SNS に上げてる子は慎吾ではないねよね、絶対、あ、全然関係ない、関係ないね、うん、関係ないからなんでこんなもんが入ってんやろって思うのね、はい、うん、で本来これは、だから毎日入ってくるんですよ、これが、はいはいはい、で留守電もかなりの数になってるんですけど、はい、あの編集で2件なんですよ、だからこれだいぶ聞きやすくなってる、うん、はいはい、これ2件のやつでも1件5分ぐらいありましたね、5分ぐらいあるんですよ、だからほんまは、うん、でも会いたい、信号会いたいから始まるんですけど、うん、赤ちゃんの声がもう4分ぐらい入ってるんですよ、うわ、めっちゃ気持ち悪いですよ、その、はい、そうマザーがね、マザーを聞くと、はいはいはい、その途中ですよね、うん、もう聞きやすく聞きやすくってお客様のために、はい
編集を頑張りました、ね、お客様第一、はい、お客様第一で、これだから信号会いたいなと赤ん坊の声泣き声が4分ぐらい入ってる、あ2軒目の電話は何言ってんのかな、なんか早かった、早口で帰ってきて2軒目からちょっと、うん、あの焦ってるんですよね、あの、うんうん、同じ人なんですけど、うん、女の子がね、はい、うん、だから多分赤ちゃんのお母さんだと思われるんですけど、そうですね、はい、慎吾か健吾か、健吾か、慎吾帰ってきてか、うん、健吾帰ってきて、で誰々が来るけん早く来てみたいな、うん、気をつけてね、気をつけてね、誰々が来るけん気をつけてねって言ってんな、うん、次気をつけろって言うんですよね、うんうんうん、これのこれを高知のイベントでしたっけ、はい、そうです、一番最初に、はい、四国のイベント谷志くんと回って、うん、はい、る時に僕がずっと SE でこれかけてたんですよ、客入れてかけてたんですよ、でこれ僕も何かけてんのかなと思って、え、何ですかこれ田中さんって言ったら、いやこの留守電の、うん、はい、今の下りを、はい、いやそんな大事な音源なんで本編でかけないんですか目から鱗やって僕いやいや目から鱗やないやでかけたら、はい、PA さん、うん、そのライブハウスの PA さんが、はい、いやお母さんと赤ちゃんともう一人登場人物いますよっていうのを言い出したんですよ、うんうんうん、でそれが男の声なんですよね、うんうん、そうなんですよ、そのノイズとかを結構取ってくれて、はいはいはい、すごい聞いたらもう2人登場人物2人だと僕ら思ってたんですよ、そうやね、うん、まだだもう女の子とあの赤ん坊、はいはいはい、それがその男が出てくるんですよね、これよく聞くと、うんうん、はい、それでちょっと怖いこと言っていて、でそこはちょっと聞けるのかな、はい、それもあるのかな、あ、それも一応いけると思います、はい、じゃあこうですね、もうこれなんて言ってると思います、美恵子さん、ん、もう一回聞きましょうか、はい、はい、殺したからな、僕らは殺したからな、うん、殺したからなって言ってんのかな、でこれも編集してるからそこだけ出し、うん、抽出してますけど、はい、それここに至るまで赤ちゃんの泣き声に重なるように、うん、男のはぁ、あ、はぁ、あ、っていう吐息が入ってるんですよね、うん、低い吐息が、で赤ちゃん泣きやんだと思ったら殺したからな、でまたにゃーって泣くっていうで2件目に繋がっていくんですよね、はい、ほう、何やろな、何それ、でこれをその PA さん、ガチャガチャってとこですよね、そうガチャガチャ、うん、で PA さんがこれ殺したからなって言ってますよって言って、うん、音楽のプロやから、うん、こう何回も聞かせてくれるんですよ、ループして、うん、ループして、で僕らイベント終わってから殺したからな殺したからな殺したからな延々聞いて、うん、気持ち悪って言ってたら、うん、で次の日もイベントやったんですよね、そうそう、はい、2日目ね、2日目でその時に PA さんが焦ってきてね、はいはい、その昨日帰って朝起きたらもうあらいろんな人から電話がかかってくるんですって、うんうん、あ、PA さんに、はい、はい、で着信もめちゃくちゃあるし、うん、でなんでこんなかかってくるんだろうと思って一人一人こう聞いていったら、うん、いやお前が電話をかけまくってるんやって言うんですよ、みんなに、おお、ほうほう、自分は全くかけてないんですよ、うん、でもそういう現象が起きて、うん、そのあの殺したからなっていう部分とかを、うん、今みたいにこうやって抽出して何回も聞いたらダメなんですよ、これ。うん、だから勝手に自分からいろんな人に電話かけてるっていう現象が夜中に起きると、うん、だからそのリコールっていうんですか、かかってきたからかけ直したっていう、いろんな人から、だからみんなその PA さんがかけてもいない電話を友達にかけまくってて、うん、ほんでみんな着信あったから返信してくれて、うん、お前で、いやお前なんで電話してきたって、いやお前がかけてるからやん、そうってなったわけやな、はい、そうそうそう、それもかなりの数って言ってたんで、はい、その 2,3 件とかじゃないんですよ、あ、もうもっとみんなに、はい、もう電話帳に乗ってるやつをバーッかけまくってるわけっていう感じです、でこれが何なん、この音源聞いて変な現象起きるの、うん、この現象何なんっていうことで、うん、その次が高松でイベントがあって、また何ヶ月後かに、あの高知でかけたやつ、うん、もう一回かけましょうよって言って、うん、今度は準備 万全に整えて、うん、ちゃんとリハーサルでもかけて、うん、田中さん、はい、パソコンから、そうで、じゃあ本番臨みましょうって言って、じゃあ今からかけますよってなったら、その PA の、 その音響機器にも田中さんのパソコンにも今の音源がなくなるんですよ、おお、消えたんや、消えるんですよ、完璧に消えましたよね、うーん、でってなって、うん、かけれないってなって、その日終わるんですよね、はい、で結局でも一応家の
パソコンにもう一度コピーはしてたんで、うんうん、そっちを残してたんですよね、うん、あそうかそれはかけたんかだからいやその時はかけてないかけてないですねで、まあ、残ってたからまだいけるわと思ってでもこれ消える可能性があると思って、うんうん、あの CDR にそれをコピーして、はい、その高松の健太郎新聞恐怖新聞健太郎健太郎の健太郎に預けたんですよ。田中さんが持てたらそれごと消える可能性から。それごと消える可能性から。これみんなでもう分けとこうと。とちゃんと保存しようと。はい。そういうじゃ健太郎さんから連絡があって、うん、CD がないって言うんですよ。でいや それはもう探してよって言って。はいはい。いやないんですよって言って。で何日か後に、はい、ありましたって連絡があって。うん、あそうどこにあったんって言ったらあの待っ全く会ってなかった友達の家にあったんですよ。ほう10年ぶりに会った同級生出ましたよ。なんで家にいそのあ10年ぶりに会って家に遊びに行ったかなんかでその僕が焼いた CDR があったんですよ。ほうで友達がなんか気持ち悪い音源がなんか出てきたから、うん、こういうのお前に渡すわって言って渡されたのが田中さんが預けた音源なんですよ。源太郎さんもまあ良かったっすねって言ってたけど良くないっていう感じでなんやそれでこれを今度また、はい、この話も踏まえて、はい、今度和歌山の廃墟ホテルみたいなところで、ね、イベントあったんですけど、はいありましたね、そこでまた流すんですけど、はい、今度はこれがねこれほんまに誠さんにほんまに聞いてほしいとか僕これまだ聞いてないんですよ、はい、しっかり聞いてほしいんですけどこれ同じことをしたというかライブで流して、うん、PA がいてその時も、うん、PA が殺したからなをすごいループさせていって、はいはい、また別の PA さんですよこの和歌山での音響さん、はい、和歌山さんの音響さん、はい、イベントさんの PA さんがリフレインさせたリフレインさせました、はい、でオールナイトのイベントだったんで、うん、でお客さんも 100人ぐらい100人ぐらいいてたんですよ、はい、でこう殺したからな殺したからなってずっと回っていって、うん、そこからもうディレイとかなんかエフェクトをかけて殺したからなとかしたりもう遊び出すんですよねでこううわーってなった時に子供の叫び声が聞こえるんですよ客席からで子供はねいないというかいないんですよはいそれはいないですねでそれ誰が撮ったんやってなるんですけど、はい、お客さんが撮ってるんですけど撮った覚えがないんですよその人は音を録音した覚えもないの に, いのに自分の携帯に謎のフォルダーが入っててそれなんやろって思ったらその時の瞬間の音が録音されてる。それがあんの今、はい、ほうじゃあ聞きましょう聞いてるのこれ テクノにしてくれるんですかこれではあのハウリングゴーストバンド1分ほどこれで即興演奏してもらいました絶対こんなことしたらあかんと思ってこれ一応あかんって言ったからなわあ、これやばいっすね、これ。今ですね。これです。うわ、壊ないですか。これでも録音してるその、はい、すぐ近くで子供泣いてるやん。はい、そうなんですよ。でもその人は寒。その人は一切聞こえてないんですよ、で僕らももちろん聞こえてないんですけど、はい、中にはでも何人かなんか聞いたようなそうそうそうっていう人もいる子供いました今日、うん、とかいう人も何人かいてて、うん、でも子供はいないんですよね夜中のイベントで録音した人も自分で撮ってなかった撮ってるのも記憶にないしないし次の日かなんかに見つけて何これってなって気持ち悪すぎるんでって言って、はいはい、ほんでくれはったわけやそうですはあ、なんやこれこれあまりかけたあかんやつちゃうか昼間ですよ大丈夫かなこれちょっと触りがあるっていうやつやな、はあ、いやほんま分かんないですねこれだけは子供の叫び声聞こえてたね、はい、そうなんですよあれは完璧に聞こえますよねうん、はあ、これ結局今のところここまでやねんなここまで、ね、もう何も分からへんもんな分かんないです殺したからなもん分かんないです、はあ信号ウェーウェーも全部わかんないです全部わかんないねんなであんま信じらんようになりましたね殺したからのとかをああもうねはい、はい、今日いじってる今日いじってるけど久々にいじったけど、はい、久々にいじった大丈夫ですか大丈夫ですか PA さん大丈夫やったんかな昔ね、はい、あの中山一郎先生と僕との、はい、あの
河内長のラブリーホールのイベントで、あの僕と中山さんが階段を喋ってる時に、うっすら度胸が流れんのよ、うん、でずっと俺が喋りながら、あれちょっと待って、これ今会場でお経流れてるって思って、うんうん、その時お客さんに聞いたら、お客さん400人ぐらい満席で100人ぐらいは手挙げたよ、お経を聞こえるって言ってた、うん、ところがあの演出にはないのよ、うん、俺と中山さんが喋る時に演出で BGM つけるってないのよ、ないから、なんどっからお経流れてんのってなって、うん、ほんでふっと見たら PA さんはもうこうヘッドホンつけたまま首を横に振るのよ、つまり流してないと、そんなことは、うん、でもその PA さんはほんまにずっと一番ヘッドホンではっきりとお経を聞いてあった、うん、で後日次の年にこのラブリーホールでもう一度俺と中山さんが会談イベントの時に、うん、あそういえば去年さあの PA さん去年あれがかわいそうだったな、お経を聞こえてって言ったら、うん、その PA さんラブリーホールの PA さんが変わってて、うん、でいやちょっとその話あんまりっていうから、どうしたんって、いやあのイベントの後彼あのイベント終わった後しばらくして、まあ、お経聞こえて大変やったってみんなで楽屋で喋ったじゃないですかって、うん、その後里帰りでバイクで里帰りで若い者を帰る時に事故ってなくなったんで、うん、いやって言われて、やばすぎるわこれ、はあ、さあ一曲いきましょう。北野誠のズバリお盆特別企画、怪談てんこ盛り。火曜日は事故物件芸人松原谷氏とオカルトコレクター田中俊之の怪談です。はい、嫌な気分ももう一度立て直して怪談です、はいはい、ごめんなさい、ちょっとね立て直しそうかなと思ったんですけど、テンション明らかに下がってますよ、下がってますよね、もう全員が、全員がうちのスタッフがもう全員が頭が昼ですよ ね、はい、これちょっとね申し訳ないんですけど、どんよりしています、どんよりしてます、はい、続きがありまして、はい、この話まだ続くんですか、はい、ですね、まあ、この先ほど流した音源のイベントっていうのが、うん、まあ、和歌山のほぼ廃墟のホテルなんですけど、はい、ここがオーナーさんが一人で経営されてまして、うん、でその70年代とかだったら結構その観光地として栄えてた場所なので、うん、結構大きなホテルで何階建てでしたかねあれ、うん、6階7階ぐらいあるんかな、うん、結構あった、はい、なんですけれどももう従業員がいないからもうほったらかしになってるんですよ、うん、でそこの3階部分3階のフロアに大広間があったので、そこでこの怪談イベントをやりましょうっていうのをアップス修正さんっていうニューヨーク作家の人が企画して、うん、で田中さんと僕が呼んでもらってっていうことだったんですけど、うん、それプラスそのオチューンライブっていう番組が僕が出させてもらって番組がありまして、うん、番組でもなんかこの廃墟ホテルを使って企画をやりましょうよっていうことで交渉しに行くんですよ、そのオーナーさんにね、うん、でそのオーナーさんに、ちょっと上で怪談イベントさせてもらうのと、うん、1階にも大広間があるのでもしよろしければそこ使わせてもらえませんかって交渉しに行くんですよ、うん、でここで実は何をするかというと、うん、一人かくれんぼをして幽霊が映るかどうかを生配信しようという企画を番組はやろうとしてた、はい、でその交渉の時にオーナーさんが、うん、かたくなに1階はダメだって言うんですけど、うん、ちょっと一人にしてくれって言って、うん、1階の大広間の中にオーナーさんが一人で入られて、うん、で僕らずっとオーナーさん出てくるまで待つんですけど、うん、そしたら急にハッ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 ていうなんか笑い声が聞こえてくるんですよ、うん、大広間からずっと笑っててハッ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 って言って笑ってるから何が起きたんだろうって思って僕らちょっと覗きに行ったら、うん、オーナーさんがなんか自分の手のひら見ながら、うん、笑う角には福来たるみたいなの言ってなんかずっと笑ってるんですよね、うん、でそれが笑い声が止んだと思ったら扱っていいよってなって、うん、で使わせてもらえることになったんですよ。でそこでまあ3階ではさっきの音源流したら、うん、殺したからなでキャーって変な声が聞こえたりとかいろいろあったんですけど、うん、1階ではここではですねあの女性スタッフがカメラマンで1人セッティングしてね、うん、1人かくれんぼするようにセッティングして、で実際1人かくれんぼするのはあの後輩芸人の花井二等兵と西根座タイガーが、うん、2人でいろいろやるとなってたんですけど、
まあ、この映像を実際にその生配信した映像にも花井くんがのカメラになんか画面半分にでっかいおじさんの顔がバッて一瞬映ったりとか、うん、あとバカ野郎っていう声が急に聞こえてきたりとか、うん、なんかいろんなこと起きてたんですよ。なんですけど一番怖かったのがそこでずっとカメラで一人でじーっと録画してた女性スタッフがの、うん、首元がだん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 終わってから真っ赤かに腫れてて耳ずばれになってくる。首が本当に締められた跡みたいになってるんですよ。おでどうしたんですかみたいな話聞いたら、いやこれ私怖すぎて言えなかったんですけど、うん、後ろで撮影中ずっと誰かに首締められてたんですと、うんうん、なんですけどもう生配信中なんでちょっと言えなくてって言っていやそれはもう言おうよと言おうよと大丈夫でしたかと、すいませんねこんな企画に、いやもうでも誰かに締められてるかわからんけど、はい、誰かに首をギューッと締められて て、でも生配信中やからカメラ動かされへんから声も出したあかんと、声も出したあかんから耐えてたんや。耐えてた。だからこう配信終わったらもう首も赤っかなってて、ほうほう、大丈夫ですかって言って、まあでも私はなんとか大丈夫ですみたいなこのがあって、うん、でもう他にもいろいろあって、その一人かくれんぼってぬいぐるみを使う儀式なんですよね。ぬいぐるみの綿抜いて米入れてなんか爪とか入れて赤い糸で結ぶみたいな、でそれを包丁で刺して、次は君が鬼だからねって言って自分たちが隠れる、その間に、1時間撮影したら人形が勝手に動くかもしれないみたいな儀式なんですけど、で、まあ、それは別に何も動かなかったんですけど、でそれを最後、隠れてた側は1時間経ったらぬいぐるみを見つけたよって言って、包丁で刺して湯船に沈めるみたいなのがあって、だからぬいぐるみびちゃびちゃになってるんですよね、でこのぬいぐるみを、ちょっと乾かそうと思って終わってから玄関に置いてたんですよ、で玄関の外に置いてたんですよね、でそのついでにちょっとまあイベントも休憩中にだから、ちょっとその周りも廃墟いっぱいあるからちょっと探索しよっかって言って、で僕と花井と西根で、その廃墟ホテルの周りを小1時間歩いて、で戻ってきたら玄関の外に置いてたはずの人形が玄関の入り口のど真ん中に立ってこっち出迎えてるんですよ、でそれもいろいろ確認したら誰も触ってないんですよっていうのがあって、いろいろありましたねって言った1ヶ月後にオーナーが亡くなるんですよ。でこれもうすごいいろいろ考えられるとかわからないことは多いんですけど、唯一これつながるかもなって思ったのが、その交渉する段階でハッ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 って笑ってる時に手のひらを見てたんですよね。僕それすごい確認したんですけど、手のひらを見ながらそのオーナーさんはハッ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 って笑ってたんですよ。でこれズバリでも何ヶ月か前がやったと思うんですけど、鏡、手鏡、手鏡ね、はい、人が死ぬ前にやる動作として手鏡っていうのが、そう、死ぬなんか1ヶ月ぐらい前から始まって、こうやったら手のひらをこう擦りながら手鏡をする、はい、そうすると迎えが近いと言われてる、まあ都市伝説でもあるんですけどね、はい、だから見事に本当にそこでオーナーがその後に亡くなられたっていうのもあって、これなんかもう要素は多いんですけど、なんかいろんな手鏡はなんかその今オーナーさん亡くなってしまって廃墟ホテルはどうなってんねやろな、今本当の廃墟になってるんですね。だからで、まあ、ご家族が、まあ、その一応管理はされてるかなんかだと思うんですけど、はい、まあ、実際にホテルはもう経営はできない状態になったという。あ、経営はできないのか、はい、今廃墟でご家族だけがやったはんのかな。ご家族がまあ管理だけだと思うんですよね。管理だけやろな、はい、貸してくれはんのかね。確か僕覚えてるんが、地下があったんですよ。地下真っ暗。そうそう、それで気になるからさ、うん、ちょっと行ってみようと思って、うん、めちゃくちゃ怒られて、もうないでしょ、固くなに行くな、地下には行くなと、絶対入るなって言って、僕こっそり行ったんですよ。あ、行ったの。行って、まあ何もない部屋がいっぱいあるんですけど、なんか廊下に襖があって、部屋でじゃなくて押し入れみたいな、バッて開けたら日本人形がブワーって入ってうわ、なんかやばいな20体くらい日本人形入ってて地下に地下におかしない。みえぶちゃん、みんなで泊まり行って生配信しますか。いや絶対にしないです。ラインライブ。私も今日終わったら本当にお祓いに行こう。はい、北野誠のズバリお盆特別企画、怪談てんこ盛り。火曜日は
事故物件芸人松原谷氏とオカルトコレクター田中俊之の怪談です。結局怪談やけどね。曲いかんのかいってやつですね。はい、さあ続いての怪談はどんな怪談でしょうか。あ、ですね、うん、僕あの自らこう体験するっていうのがあんましないんですよね、うん、あの皆さんから怪談を、まあ 聞いて、はい、聞かせてもらって集めたりとかするんですけど、はいはい、間接的にこう、うん、幼馴染の大輔くんっていうのがいるんですけど、うん、はい、こいつがちょっとおかしいんですよ、うん、いろんな意味で、うん、でこの話は僕たちが20代、の時の話なんですけど、うん、ちょうど免許を取った時、はいはいはい、あの運転免許を取って、うん、車でいろいろまず心霊スポット行こうと思って、うん、その大輔くん、大輔くんってあだ名が大根って言うんですよ、うん、でもうちょっと大根で行かしてもらいますけど、はい、あの大根がですね、大根の部屋にいたんですよ僕と2人で、うん、夏場やったんですけど、うん、で大根がこういきなり、うん、あの全くそういう力ないんですけど、うん、兵庫県の全ての心霊スポットをお祓いしますって言い出したんですよ。ほう、なんで、なんで霊がないんですか。全くない。ないのか。全くないし。ないねんけど、はい、全く信じてない、うん、で、あ、暇やし、あ、うん、ええー、ノリやなと思って、うん、僕もお願いしますって言ったんですよ、うん、で、大根の車で本当に乗っかったんですね。そう、兵庫県の神戸のもういろんな、うん、まあ、その時まだこうユネスコ会館とか、まあ、噂があるとこ行って、うん、大根なりのお祓いをしてくれるんですよ、うん、でバーッと大根が入っていって、うん、静まれとか言うんですよ、うん、それでまた多分戻ってくるだけなんですよ、ね、めちゃくちゃしょうもないんですよ。でも僕ら2人でやってますから、はい、夜中、はい、でも僕はちょっと怖いなと思ってたんですよ、うん、だから大根だけ行ってくれるんですよね、うん、でちょっと外で待ってて、はい、あのあ、そういう場所に大根だけが走っていって、うん、はい、声が遠くから聞こえるんですよ、ちょっと、はい、静まれとかなんか言って、うん、でバーッと帰ってきて、どうでしたって言ったら静まりましたって言うんですよ。で帰ると、うん、でそれをもう結構な数こなしたんですよ、うん、でだんだん僕らも飽きてきたなと思ってて、はい、でどうするんかなと思ってたんですけど、一個行ってないところがあって、うん、ここは最後にふさわしいなと僕思ってて、うん、それがね、西宮にある夫婦岩っていう岩なんですよ、はい、でそこはあの道路をね、あ、裏六甲のところにあるあれか、あ、そうです、あの残しきれなかった巨石やな、巨石なんです、2つの岩、はい、あ、道のコーナーの真ん中にある、そうです、そうです、でっかい岩ね、あそこ、まあ、岩区が結構あるんで、ある、うん、あそこに行こうって言って、で最後なんで僕もあの大根、民が苦しんでますとか言ったら、あ、分かりましたとか言ってくれるんですよ。でこれ最後になるやろうなと思って、はい、それで もういつものテンションじゃなかったんですよ。ほうほう、もう乗りに乗ってて、うん、で車でその夫婦岩まで行って、はい、で僕は車で待ってたんですけど、うん、もうねドアを蹴破る勢いで、うん、あの走っていって、うん、で車から出て、で、うん、岩にね、まずね、あれやっぱりねちょっと祀ってたんですよその時。ああ、祀ってるよ、はい、で、うん、小さい鳥居があったんですけど、はい、でこれもう数年前で僕じゃないですよ、それ大根がやったんですよ、はい、スポーンって蹴ったんですよ。じゃあその小さい鳥居が鳥居を蹴るそう、走った出ていった勢いで蹴ったんですよ、うん、シュートみたいなんで、はい、じゃあ鳥居がスーンっていうあの暗闇に消えていったんですよ、はい、向こうのね、はい、ヤブの方にね、めっちゃやばいと思って、はい、それでそっから出てこいって言って巨石を殴るんですよ大悟が。ほんでうわ今日かなり気合入ってるの、やっぱ最後すごいなと思って、うん、でわー殴って、で一回おらんようになったら岩の上に登ったんですよ、うん、おー一番大変やそれは。で上から何か出して、なんか大悟の中ではあの岩の中に何かがいるって感じなんですね。 あれ今見事岩というか岩と岩がこう巨石が2つになってて、そこの間に隙間があるんですよね、うんうん、はい、でそれでもなんか出てこないとか言って、うん、でまた降りて、でまた突入したんですけど、うん、僕見てたんですけど、あの、ね、ボクサーが顎、うん、こうカウンター入れられてこう一気に意識飛ぶ、あ、こうパンってなってクッてなってパタッと落ちる、マリオネットの人形に糸切れたみたいにパタッと落ちる、はい、あれ
になったんですよ、まさに。ほう、こう出てこいカンってこう 膝から腕地面に頭をガツガツンって打ったんですよ。で今日やすごいねサービスがと思ってこれで倒れたんですけど、それもね 2,3 分起き上がらないんですよ。で長いな思って、はい、もうええわと思って、はい、もう大悟も帰ろう帰ろうって言っても、うん、全く起き上がらないんですよ、うん、で乗り長いわと思って見に行ったんですよ、うん、はい、で見に行ったら真っ青な顔して、うん、ブルブル震えてるんですよ、うん、で まだ演技続いてると思って僕、うん、もう大悟ももうええから帰ろうって言って、うん、ごめんなさい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 って言って全く動かないんですよ、うん、だからそのまま担いで車に乗せて部屋まで送ったんですよ僕、うん、でどういうことやろうと思って、そこから1週間連絡取れないんですよ、うん、で心配になってたんですけど、1週間後に、まあ、家が近いところ近かったんで深夜コンビニ行ったんですね、うん、で大悟が本立ち読みしてるんですよ、うん、でおいお前何があってんって言ったら、うん、その本をパタッて畳んで、うん、お前もう二度といかんからなってめちゃくちゃ怒ったんですけど、うん、でいやっていうか何があったんって言ったら、いやなんせなんか叩かれたというか、うん、こういきなり意識がなくなって、なくなって、うん、で気づいたらもうあのめちゃくちゃ寒いというか、うん、あのこ体がしんどくて動かへんって言って、うん、でお前それ完璧にたたりやでって言って、うん、いやたたりじゃないって言うんですよ。ないやそれだっておかしいやんかって、いや多分その前に牛女の方あの、うん、ジュリンジが、はい、ジュリンジ、はい、近いんで行ってるんですよ、うん、その時に大根曰く僕も見てたんですけど、なんかケーキ漬けにあの水置いてるじゃないですか、うん、あの祠の前に、祠の前に、はいはい、お供え物それ飲んでんよ一気に、うん、あのサービス精神から大根それやって言うんですよ。でもその水飲んだ瞬間早すぎるなと思って、ああ大根はそれって言って、うん、水のせいだって言いたい、はい、でも確実に僕はたたりだと思うんですけど、うん、この大根っていう男は、はい、あのそれ全くあの認めないんですよ、うん、そういう話です。なるほど、ああ罰当たりや、当たりほんまに罰当たりや。北野誠のズバリお盆特別企画、怪談てんこ盛り。火曜日は事故物件芸人松原谷氏とオカルトコレクター田中俊之の怪談です。恐怖の連鎖は止まらない、はい、大阪の葉月京さん漫画家さんから来ました。名古屋に住む姉に勧められて今ラジコで聞いてます私の知り合いの漫画の不思議体験、その M 先生はバス釣りが趣味でよく山中湖に行っていたそうです。ボートで移動しながらポイントを変えていくそうなんですが、湖の中に小さな島があってその辺にボートを止めたそうです。でふと見ると島に生えた木の下に子供用の靴が置いてあって、あれなんであんなところにって不思議に思ったそうです。そのまま釣りを続けてました。そして夕方が近づいた頃、またその島にボートを近づけると今度はその靴から靴下が生えていたそうです。え？さっき靴だけやったのにと思いつつ、また釣りを続けていると今度は靴下からふっと見るとふくらはぎがだんだん生えてるような感じになってして、ゾッとして、これもっと日が暮れると全身が見えてしまうのではないかと思い、慌てて竿を片付けてそれが見えてしまう前に帰ったそうですってことですね。すげえ、何それ。なんて不思議な。こんなんあんねんね、うん、はあ。漫画家さん意外とね、霊体験してる人多いですからね。多いですね。漫画家とロックミュージシャンは多いね。多いんですよ。なんででしょうね。なんやろな。千夏さんから、夜11時半ごろ自宅の2階の部屋で寝ていたら外から足音が聞こえてきたのに何だろうと思い窓を開けてみると、家の前の道をお遍路さんか山伏みたいに格好した白装束の集団が歩いてました、うん、頭にはからかさを破り杖をつき、胸元にはろうそくでを持ってるかのようにぼーっと光っておりました、うん、一体何人ぐらいいるんだろうと数えてみたら15人ほどの人が一列になって黙々と私の自宅前を歩いていき、そのままずっと歩いていってしまいました。翌朝そのことを母に話したら、家の近くに霊場なんてないよと言われたんで、あの15人ぐらいの集団の山伏みたいな格好した集団は何だったんだろうと今でもよく覚えています。余談ですが、地獄先生のヌーベイの漫画のコラムで、うん、七人岬は地方によっては7人以上の人数の目撃団があると書いてあったんで、まさか私が見たあの集団は
七人岬のもっと多いやつやったのかと思うと非常に怖くなりました。多い番ってあるんや。あるんや。15人岬。そう。それは増殖するマシン軍団みたいになってますよ。2号3号4号2号3号4号で、ね、おかしいですけどね。そんなにたまたま出会うってことがあるんでしょうかね、うん、はい、ということでございまして、うん、はい、今日は嫌な話ばっかりがついておりますが、うん、先ほど の, あの赤ん坊の音声、はい、ほとんどの方が聞かなきゃよかったというメールがいっぱい来ております。はい、聞いてもうたもは仕方がない3時です。北野誠のズバリお盆特別企画、怪談てんこ盛り。火曜日は事故物件芸人松原谷氏とオカルトコレクター田中俊之の怪談です。はい、もう怪談飽きてきたな。5日間もやるんじゃなかったな。そうか、マコさんは5日間やる、腹いっぱいや、もうこの時点で腹いっぱいできた。火曜日なのに。そうか、今日はもうあの音源がちょっと、ね、もう気になりすぎてね。そうですね、はい、もう全然怪談お腹いっぱいですね。そう、確かに。はい、さあ、それでは、はい、そうですね、これまあ2人で体験した話ではあるんですけれども、はいはいはい、先ほどにもメールでもありました、うん、七人岬、うん、これを僕も田中さんもちょっと追っかけてまして、うん、そもそものきっかけっていうのが、はい、藤井さんというあの、まあ、僕と田中さんの共通の知り合いの方がいるんですけども、うん、この方が、子供の頃に、うん、弟があの家で留守番している時に、うん、そのお母さんが買い物に出かけてるから、うん、お母さんが帰ってきたらびっくりさせようと思って、うん、その二段ベッドのベッドの下に隠れて、うん、でお母さんが子供部屋に入ってきたらうわーって脅かそうとずっと待ってたんですよ、うん、でガチャって玄関のドアが開いたから、うん、あ、お母さん帰ってきたなと思って、うん、よし子供部屋に入ってきたら脅かすぞって思ってこうベッドの下からこう覗き見てたら、うん、はい、目の前を白い靴下がスーッと通り過ぎていくんですよね、うん、あ、お母さん来たけど、あ、でもベランダの方行っちゃったと、うん、じゃあベランダ行ってまた戻ってきたら脅かそうと思ってたら、うん、今度またその子供部屋の入り口の方から靴下がスーッと入ってくるんですよね、うん、あれ、お母さん2人いる、なんでだろうって思ってたら、うん、今度また入り口から靴下がスーッと歩いていくと、うん、でまた靴下がスーッと4人目の靴下で5人目の靴下、うん、6人目の靴下7人目の靴下が通り過ぎていった、うん、で子供部屋の奥ってベランダだから、うん、もうその先何もないわけですよね。ないね。どういうことだろうと思ってたらもう一回玄関のドアがガチャって開く音がして、うん、ただいまって今度はお母さんの声が聞こえてきた、うん、でお母さんが子供部屋に入って何々ちゃんどこいるのって言って、うん、あ、本物のお母さんだと思ってお母さんって言って泣きついたという話があるんですけど、うん、これを弟が経験して、で藤井さんもなんか不思議な話だなって思いながら、うん、大人になった時にいろいろ怪談とか妖怪とか好きだからいろいろ調べていくと、この弟の話がこれ七人岬じゃないかと思うようになったんですよね。で調べると七人岬というのは、うん、7人組の妖怪というか白装束の怨霊ですよね、うん、亡霊で、その見つかるとその時点で魂を抜かれて死んでしまうんですよ、うん、見た人が、うん、で見た人が死んだ挙句魂を抜かれた挙句一番後ろの七人岬になって、うん、その時に一番前の七人岬が成仏していなくなると、うん、でそれが繰り返されるから七人岬っていうこの7の数字は永遠に終わらないっていう、まあ、ずっと7やねんね、はいはいはい、そういう妖怪なんですけれども、うん、まあ、田中さんも結構あれですね、調べて。そうですね、だから全国にあるんですけどやっぱり四国が異様に多くないですか、うん、七人岬多い。そうよね、四国多いね、うん、でなんかあの 武将がこう殺されたりしてるんですけど、その現場も、うん、何やろ、それぞれ県によって違う。あ、そうそうそう、一番有名な高知なんですけど、ね、長宗我部元親 の、うん、あの家督争いで、うん、その家来があの側近の2人が、うん、いや次男がいい、長男が亡くなっちゃったから、うん、次の、誰にしようと、後継ぎ誰にしようってなってる時に、うん、次男でしょう、もう常識的に考えてっていうキラっていう武将がいて、うんうん、いやいやいや四男にしましょうよ、三男はもう、何ですか、養子に行ってるから四男にしましょうっていう、四男はすごいあの男気がありますよ言って押す久武っていう武将がいて、はい、で結局久武が長宗我部にいや
キラーは次男を推してるキラーは乗っ取ろうとしてますよ、うん、超曽我部家をみたいなことを嘘を言って、うん、でそれを信じた超曽我部が己キラーって言って切腹を命じると、うん、でその家来の7人組、うん、7人衆もいるんですけれども、うん、キラーの家来の7人組も、処刑されて、うん、でその怨念がこう高知県土佐の国を、うん、に現れて、いろんな飢饉とか病気とかが蔓延して、うん、災いが起きると、はい、っていうんですけれども、田中他にもだから、うん、どこでしたっけ？比叡山、比叡山か、比叡山七里岬っていうのがあって、うん、あそこもあの家督争いかな、そう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 、で7人殺されるのね、やっぱり、うん、でもそれあそこはちょっと、ちょっと子供とかが入ってるんですよね、殺されてる中に、村の人に裏切られて、うん、こう密告されて、うん、みんなの前で河原で子供とかが斬首刑にさ、うん、されて、結構エグいんですね、そっちは、うん、でそっからのその七人岬がこうまた、うん、そこはそこで七人集まって災いを起こすっていう話が残ってるんですよね、うんうん、はい、で僕も田中さんも結構現場、比叡山七人岬の現場も行ったし、うん、キラの七人岬の現場、うん、祀られてる神社も行ったんですけど、何年前、3年前やったかな、うん、のそうですね、これ、僕の誕生日の日に、うん、みんなでキラその七人岬の元となっているキラ近ザネを祀っている神社が実は3つあると、うん、でこの3つの神社にそれぞれ1人ずつ、分散して朝まで待機して七人岬に出会えるかどうか実験しましょうって言って、うん、で田中さんは田中さんで、うん、それでついみんな配信してね、配信して、で西根座タイガーって後輩も七人岬の神社、はい、で僕も僕で、キラの神社に行って、はい、で朝まで待ってたんですよ、うん、まあ、別に何も起きなかったんですけど、うん、その後ですよね、一応無事に大阪まで帰ってきた後に、うん、まあ、この七人岬を見に行った LINE グループがあるんですけれども、うん、僕と田中さんと西根君と、うん、あと車を出してくれた、うん、現地の方、うん、でまず現地の方が皆さん大丈夫でしたかと、うん、僕次の日謎の体調不良で仕事を休む羽目になりましたと、うん、皆さん体調の方はいかがですかって来て、うん、そしたらまず西根座タイガーが、うん、LINE を返してくるんですよね、うん、そんなことあったんですか、僕自身は大丈夫なんですが、僕は大阪の、駅前に停めていた自分の自転車がくの字に曲がっておりました。自転車がくの字に曲がるって、それ交通事故にあった時以外見たことないわ。うん、ないですよ、ね、そうそうそう。で、うん、それを僕 LINE を見てる時がちょうどズバリの5日の時やったんですよ。うん、はいはい、で、七里岬行ってこんなことあったっていうのをレポートしようというのを、うん、まあ、リハーサ、ご打ち合わせの時ですよね、うん、本番前の。でその時に多分美恵子さんが、うん、ちょうど僕が七里岬の話をしようとしてる時に、うん、なんか僕の眼鏡が音を立てずにこうポキッと折れて、あああったあった、あの時あったな、あれ七里岬の後なんだ、ああ音も立てずに折れたな、で眼鏡折れたってなって、うん、で僕もその LINE グループ来たすぐやから、うん、今七里岬の今日話しようとしてて、うん、打ち合わせしてるさなか僕の眼鏡が音も立てずに割れました、割れましたと、折れましたと、フレームがね、はい、はい、で残る田中さんなんですか、そうなんですよ、僕はもうそれ見てあこれだんだん来てると思ったんですよ、ちょっと、うんうんうん、で僕はその時ちょうど、家に帰って、うん、一回ちょっと喉乾いたんで、うん、家を玄関出てすぐ前の自動販売機でジュースを買ったんですよ、うんうん、でその時にパッて気づいたんですけど、うん、家の前にごめんなさいね、人糞が巻かれてたんですよ、あらまあ、なんか僕だけちょっとちゃう感じはあったんですけど、でもちょっとなんか違うな、そうなんです、で、うん、でもねなんか数的に七人っぽかったんですよ、その七人分のそう細かく切られてるんですけど、でも、はい、僕一瞬どんぐりやと思って拾ったんですよ、拾うなよ、でもちょっと不気味でしたね、昼間にだってその真っ昼間ですから、じゃあな、はい、まあそうすると七人岬の怨念はまあ
自転車はくの字にやるのが限界かもしれません。くの字が一番ひどかったです、はい、こちらハンドル職人さんです、うん、大学生の頃友人数人と山奥ドライブした時なんですが、うん、当時はカーナビゲーションどころか携帯電話もなくロードマップを頼りにするドライブすることは当然の時代でした。愛知県から長野県に向かう山越えをする際、おそらく県境に差し掛かろうとするとくねくねした道すがら視界の奥に白くて綺麗な建物が見えてまいりました、うん、しばらくその山道のくねくね道を進むとちょうど木々の切れ目からその建物がしっかり見えてきて5階か6階ぐらいの建物の非常階段とおぼしき3階か4階かってのかつての窓のところから浴衣を着たおじいさんがこっちを眺めておりました、うん、わあホテルあるやんこんなとこに、トイレ休憩と水分補給で立ち寄ろうと満場一致でそこへ向かいました。果たしてその建物の前に無事到着、敷地内に入ろうとしたら一同愕然、廃墟でした。入り口には鎖でがっちり施錠され、ガラスの扉、ガラスの奥は天井が落ちているかのような荒れ具合、ガラスのさらに奥には眺望が良さそうな山々の連なり、建物自体は苔やツタで朽ちかけており、先ほど見た綺麗な感じとほど遠く、周囲は夏の山奥といえ草ぼうぼう、外の塩ビの配管は途中からブラーンと折れてぶら下がってる状態。その時にあの浴衣のおじいさんはなんでと背筋に寒気を感じて一気に離脱しました。まあ今ではその件についてはびっくりしたねという話で終わってますが、その後数年ロードマップを頼りに同じルートをたどってあの廃墟を目指そうとチャレンジしましたが、同様の景色のルートをたどることがあってもそのホテルの廃墟にたどり着くことはできません。なんとなく記憶にあるルートでも気をつくと県境を越えてしまっており、その存在を確認できない方が、まあ、静かながらも怖い思い出でございますがということですね。不思議やな、うん、なんだろうな、なんやろね。こちらパイナップルパンダさんから、30年前まだ20代だった頃の話です、うん、初めての免許学会の帰り道、ある中学校の前を通った時にわか雨に降られまして、生徒さんたちが一斉に走り出し校舎の中に吸い込まれるように入っていくのが見えました。ひどい土砂降りだったので生徒さんたちもだいぶ濡れただろうと気の毒にと思いながら学校の角を曲がろうとふと死角の後ろに目をやると、後部座席にセーラー服の少女が座っているのが目に入りました。私は驚いて車を止め、しっかり後ろを振り返ったらいません。見間違いかな、それにはそれで済みました。そして後日仕事の帰り、車の運転中何気なくルームミラーを覗いてみると人の顔が大きく映り込んでいました。慌てて車を止めて後ろを振り向くとやっぱり誰もいない。そんなことが何度もありました。しかし皆さん、慣れというのは恐ろしいもんですね。ついにしょっちゅう現れることにこいつにイライラが爆発しましてある日鏡に映り込んだこいつに向かって、あんた後ろ見えんだろ、うざ、私事故ったあんた責任取ってくれんのかと思いっきり怒鳴りつけました。家に着いて家族にこのことを話すると、たたられたタイヤからすぐ お笑いしてもらいなさいと言われ、お寺に行ってお笑いを受けました。住所さんに事情を話して、ね、お笑い度胸を受けてましたが、それ以来そいつは現れなくなりましたが、それからしばらく経ち、そんな出来事あったことを忘れてしまっていたら、ある日職場で同僚に声をかけられました。あの、気に障ったらごめんやねんけど、駐車場に停めてあるあなたの車の後部座席、いつも誰か女の子座ってるよね、あの子誰って言われました。まあその後もう買い時やったんで、もう一度お払いしてもらい廃車にしましたということですね。はあ、結局誰か分からずじまいねんね。何なのその女の子、何やったよね、どっから乗ってきよってやろね。はい、言える人いるんだね、うん。北野誠のズバリお盆特別企画、怪談てんこ盛り。火曜日は事故物件芸人松原谷氏とオカルトコレクター田中俊之の怪談です。さて、必殺イカセリン絶頂炎さんから、いやただ一つ本当にあんまり怖い体験はないんですが、うん、まだ小学校低学年の頃、我が家は両親と私の3人家族、2階建ての小さな家に住んでました、うん、私は幼い頃から2階に一人で寝かされていたんですが、ある日怪しい物音で深夜に目が覚めました。その音は聞いたことのない、何か猛獣がうなりを上げるような、それは恐ろしい音でした、うん、下には両親しか寝ていないはず、その頃の我が家にはペットもいない、何まさかクマとかいるのかと思いまして、
今両親が食べられている最中、次は私の番なのかと、いや怖くて怖くて布団に包まってくるまってガタガタ震えてました。やがて寝てしまったようで目が覚めたら朝、恐る恐る下に降りていくと何事もなく両親がいました。私は昨夜何があったのか聞く勇気もなく、目の前にいる両親が実は入れ替わってしまったんではないかと一抹の疑問を持ちながら、あれは気のせいだと思い込まして普通に過ごしましたが、あれは一体何の音やったんでしょうねってことですね。はあ、なんなんご両親のエッチかもしれませんね。激しすぎるでしょ。そんなうなり声のような、うわー重臭獣の匂いがするような、どんだけ汗まみれでやるの。真夏のエッチは激しかったかもしれませんね。見なくてよかったですね。よかったですね。トラウマになっちゃう。トラウマになる。まあ見なくてよかったですね。まあ俺の友達も夏場にね両親のエッチ見てしまったやつがいますが、はい、もう高校の時トラウマになってましたけどね、見るんじゃなかった言ってね。港区のブレスさん、番組でもよくありますが、自分が死んでることに気づかずあっちの世界こっちの世界をうろうろしてちゃんと成仏できていないことがよくあると、まさに私がもう少しでそうなりそうでした。5年ぐらい前、年に数回胸が痛くなることがあり、近所のかかりつけの医者にところに行ったら、狭心症の恐れがあるので紹介状を書いてもらい、設備の整った病院に検査に行きました。その病院に行きますと、造形剤を点滴の容量で入れますとのこと。造形剤を入れると体が少し熱く感じますので気にしないでくださいとのことでした。まあ、事前に、1万人に1人ぐらいショック状態になり死に至ることがありますという説明を受け、同意者みたいなもんにサインしましたが、検査が始まり次第に体が熱くなってきて、どのぐらい時間経ったのか覚えてないんですが、頭がぼーっとしてきたと思ったら急に周りが騒がしくなって、看護師のお姉さんや担当の先生が何か大慌てに言っております。頭はぼーっとしてるんですが、視覚は非常にしっかりしておりまして、私はてっきりこれで終了かと思ったら、その検査室から ICU の集中治療室へ移動しました。その部屋に移動してどれぐらい時間が経過したか分かりませんが、何人か寄ってきて、ああよかった、ああよかったと皆さん口々に言っております。その頃はぼーっとしたのもおさわに普通に寝てましたが、何があったのか看護師さんに聞くと、いや本当に1万人に1人になるとこでしたと言われまして、でも視覚はしっかりしていたんで、そんな状態とも全く思いませんでした。ちなみになんとか中川とか花畑みたいなものは一切見ていません。今晩一晩ここにいてくださいって言われたんですが、ちょうど車を新しく買ったばっかりでカーショップでドライブレコーダー取り付けてもらう予約していたので、しばらくして病院を出て行きましたと。なんか一瞬そういうものであれやね、臨死体験に近いものをしたわけやね。でも全然わからないんですね。わからないね。駒尾の妻さんから、私の不思議な体験ですが、4年前の2月に父が亡くなりましたが、2ヶ月後の4月に突然不思議なメールが来ました。それは夫のパソコンとアドレスからと、夫のパソコンのアドレスから私の、Gmail にアドレスが入ってまして2通ですと。メールを開くとそこには幼い頃の甥っ子と父の写った写真が添付されてました。メッセージなし。そしてもう1通のメールにもメッセージなしで、上記の写真のポーズ違いの写真のみが添付されてました。不思議なのは、夫はこの私の Gmail をアドレスを知らないということ。ほう、知らない、登録してないアドレスに夫はメールの送りようがないということです。しかもこの写真も夫のパソコンにも入っていません。添付しようがない。送信時間は両方とも深夜の2時半ぐらい、1通目から2通目の間は1分ぐらいありました。もちろん夫にも確認しましたが、その日その時間にパソコンは触ってません。謎すぎます。こんなことってあるんでしょうか。これは一体どういうことでしょうか。父が私に何かを伝えたんでしょうかねと、ずっと気になっておりますが、謎は解けないままですと。なんか分かりやすいヒントくれたらいいんですけどね。そうやね。これこういう意味やでっていう。そう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 。なんかちょっとヒントなかった、これいきなり来たらほんまに、ね、もう亡くなったお父さんからのメッセージなんかもしれんけ けどもうちょっと、もうちょっと分かりやすくしといてほしかったかなと思いますけどもね。北野誠のズバリお盆特別企画、怪談てんこ盛り。火曜日は事故物件芸人松原谷氏とオカルトコレクター田中俊之の怪談です。
はい、それでは最後のパートでございますが、田中俊樹さんお願いします。はい、ですね、この最初に話した大根の話がまだあるんですけども、大根とね、はい、とある地方の山奥にある工場、はい、で僕と大根はその働いていたことがあるんですよ。ほう、で完全に田中俊樹君は働いてたんですね。今じゃ考えられないんですけど、考えれないって、はい、完全寮生活なんですよ、うんうん、でライン作業っていうもので、うん、流れでね、はいはい、車を作ってたんですね、うん、僕ら。で僕は、昼夜ってその昼夜2交代だったんですよ、うんうん、で大根とは同じ寮の部屋だったんですけど、僕が昼の時は大根が夜だったんですよ、はい、で大根が昼の時はもうそのだから接点があんましなかったんですよ、うんうん、で休日日曜だけが休みだったんで、うん、その時に喋るんですけど、うん、もう1週間経ったぐらいでもう弱音を吐くんですよ大根が、うん、でイライラもしてるし、うん、でもねその契約として1ヶ月続けないと、うん、全く給料がもらえないんですよ。あ、はいはい、だから1ヶ月絶対やり遂げないといけないんですけど、うん、もう帰りたいって言い出して、うん、でいや慣れるからって言ってるんですけど、うん、もう日に日にねなんかげっそりもしてくるんですよ、はいはい、で その体力的にしんどいやったらちょっと部署を変えてもらうとか言ったらどうって言ったら、うん、いやいや体力的には全然大丈夫やないって言うんですよ、うん、で大根の場所っていうのは、うん、車がある程度出来上がって、うん、最後半地下に潜るんですよね、はいはい、で車のその下の部分のボルトを締める、うん、で車をこう車が吊られてるんですよ地上に、はいはい、ほんで、うん、その下に潜って締めるわけ ね、で車がこうどんどんボルトを締めて流れていくんですけど、うん、俺は全然体力に自信があるって言うんですよ大根、うん、確かに体力には自信あるんですよ、うん、じゃあ何が原因なんて言ったら、うん、その仕事始めから終わりまで、うん、大根はその半地下に入ってますから、うん、この地上と、うん、吊られてる車の間空間ができるんですけど、うん、そこから全然知らんおっさんが覗いてくるんやって言うんですよ、うん、しかも逆さに、おでそれがね、うん、めちゃくちゃストレスって言うんですよ、うん、でそれは言った方がええなと思って、うん、僕は足回りだった担当だったんで、うん、その上司に言ったんですよね、うん、でどこどこの部署で僕の友達が働いてるんですけど、うん、その仕事中にもかかわらずずっと見てくる人がいて友達困ってるんですよって言って、うん、そしたらその上司がじゃあお前昼休みそいつの部署連れて行ったるわって言われて僕がで連れて行ってもらったんですよ、うん、じゃあねもう人が入れるような場所じゃないんですよ、うん、でお前なここでそんな仕事始めから終わりまで、うん、見れるやつなんかおらへんし、うん、ここな昔車吊られてる車が落ちて、うん、首が挟まって中になったやつがおるって言うんですよ、うんうん、でお前の友達見てるんそれちゃうんかって言われて、うんうん、でいやすぐ帰ったんですけど大根もその時にはね神戸帰ってたんですよきつくて、うん、はいはいはい、だから1ヶ月は持たなかったんですけど、うんうん、で電話で大根俺上司に聞いたけどあそこの工場でこういう事故があって、うんうん、大根の部署で一人亡くなってるらしいでって、うんうん、で俺も部署見たけど、うん、その人が入れるような場所ちゃうし、うん、それ人じゃないんちゃうかって言ったら、うん、絶対に人間って言うんですよ、うん、それも全く認めないんですよ、うん、ではっきり見えてるし、うん、絶対にお化けとかじゃない、うん、で未だに認めないですねそれは、うん、へー、でもお化け以外何もんでもないと思うけどな、うんうん、そこまで状況証拠が揃ってたらもうお化けやろやめてますしね、はあ、大根に言いたいねんけど、うん、
負けず嫌いなのか。そう、負けず嫌い。よくさっきもたたられてんのをたたりやないって言うやんか。認めたくないんです、ね、認めたら怖いんかもしれない、ね、あ、認めたら自分の中の何かが壊れんねんな。そうかもしれないです、ま、あの負けを認めたくないんか、うん、そうやんな、おらへんって言ってますからね、はい。さてこちら父ちゃんは修行中さんからです。僕はあの何年か前まで葬儀社で働いておりまして、その間にいくつかの不思議な奇妙な体験もしました。これはおよそ20年ほど前の出来事です。20代の女性が自殺で亡くなり、その方のご家族3名ぐらいでのこじんまりとしたお葬式でした。自殺を選ばれたことも残念に思われ、もしも生前に知り合いだったら悩み事でも相談に乗ってあげれたのになとか、もし何か思い残したことがあれば伝えに来てくれたら良いですよなどと考えながらお坊さんの度胸を聞いておりました。僕は式場の後方出入り口に横に立っていたんですが、度胸が終わりに近づいた頃に足音が聞こえて僕の背後で立ち止まりました。進行係の女性スタッフが来たんだと思い込んで、僕が数秒後に振り返るとそこには誰もいません。そう勘違いしてしまうほどパンプスのようなはっきりとした足音が聞こえたんです。あくまでも僕の考えですが、僕はその女性の亡くなった女性に情を持ってしまっていたせいでしょうか、その女性はそれからずっと僕の後ろにいると思います。存在感を感じます。いつも右側の 2,3 歩後ろぐらいにいる感じですが、時々近づいてきては横から僕の顔をじっと覗き込みます。何かを伝えたいんでしょうか、時々表情は違います。現在まで特に困ったこともなく、もしかしたらその方にいろいろ助けていただいてるのではと思うこともありますが、非常にこんな考えは非科学的ですし、ただ僕が交通事故で渋滞になって助かったのもその方のおかげだと僕私は信じております。これまでこのことは誰にも話したことがないんですが、妻に非常に打ち明けたい気分になっている今日この頃です。妻とは結婚も13年目、この世の生きた人ではないといっても妻以外の女性の存在があることを黙っているのが妻に対して不貞行為のように思えるんですが、どのように話を切り出したらよいのか悩んでおります。もしもこのメールが採用されたら、妻の前で何気なくラジコを聞きながらカミングアウトしようかと思っております。やめときやめとき。わお、こんな感覚は人に信用してもらうのはなかなか難しい。確かにね。でもあの一つこの考え方で、交通事故になったって言いましたよね、交通事故になって渋滞になったけど助かったのはその女性のおかげではと思ってると言われてますが、それはその考え方は危険です。取り憑かれてる可能性の方が高いです。なるほど。いいですか。よくあの新興宗教なんかで、宗教の時に友達みんなで車で交通事故にあったけど、この宗教を信じていたから助かったんですこの人は、後のみんなは死んでしまいましたねという話がよく宗教の勧誘で使われますが、僕いつもその話をした時いつも言いたいことは必ず一つあるんです、その宗教を信じてて助かったんじゃなくて、その宗教を信じたら友達3人も亡くすような事故に遭わしたんだと。そうですよね。確かに、心の隙にいろんなものが入ってきますから。ほんまそうよな。だから交通事故で渋滞になったことでこの人のおかげ助かったんだって、この女のせいで事故った交通事故にあったかもしれませんよ。はい、考え方は一つ、考え方を転換する方が大事ですから。なるほど、はい、気をつけていただきたいと思います。まかり間違っても奥さんに言わない方がいいと思います。北野誠のズバリお盆特別企画、怪談てんこ盛り。火曜日は事故物件芸人松原谷氏とオカルトコレクター田中俊之の怪談です。20何通来ました。すごい、27通でしたね。27通、フランスタイ T シャツ希望の方ですが、ありがとうございます、一番この方が最高齢やったんで、はい、三重県の
テルコさん76歳の方が、見てみたいですことなんで、はい、76歳の方が着るんですかこれ、はい、まあまあ着るかどうか分かりませんが蛍光イエローですけど、ね、蛍光イエローですがとその好奇心が元気の秘訣そうですね、はい、はい、ということで明日水曜日は R1 グランプリ2009年覇者ちょっと嫌な会談をする中山幸太君が来てくれて、はい、大橋まみこさんがすんごい嫌な感じになると思いますね、はい、はい、ということでございまして、この後も CBC ラジオ楽しんでください。ここまでの相手は私北野誠と佐藤美子と松原谷人田中俊幸でした。はい、ということで田中ちゃんどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、お前、ね、あの大根あかんと思うで、はい、そうですね